どうもこんにちは、すっかりとですね春めいた陽気になってきまして、いつの間にかね冬が終わってしまったなという感じなんですけども、今年の冬はですねこちらを購入してました。今年の冬にですね購入してたのがこちらなんですが、モンスターパーカーというものです。でちなみにですね、このモンスターパーカーすぐ売り切れちゃったみたいで、動画を出した時にはねもうあんまり売ってなかったみたいなんですが、このモンスターパーカーとあとこのズボン、この2点をですね今年の冬に購入しました。ちなみにですねこのズボンなんですが、購入してね2ヶ月ぐらいしか経ってないんですが、もうね色褪せてるの分かりますかね。ちょっとピンクっぽくなってるというか完璧に色が褪せてるんですけども、まあまあこの辺はワークマンかなという感じがするんですが、まあワンシーズン持てばいいかなという感じのものかなと思います。まあ値段が値段なんでもう1本買えばいいかなと思ったりもするんですが、まあねいかんせん売り切れてるのもまたワークマンなので、まあその都度買いに行く楽しみがあると思えばいいのかな。いい感じに言えばそうかもしれないですね。まあ夜はですねこういったものを着てないとやっぱり寒いかなとは思うんですが、昼間はね全然暖かいです。なので今回はですねワークマンの春物、春物をですね2点購入してきましたのでご紹介したいなと思います。で今回ですね購入した2点というのがこちらです。1点目がですね高撥水マウンテンパーカー。これはディアマジックダイレクトという加工がされているみたいで、ソフトで着心地のいい耐久撥水加工ですと書いてあります。水を弾きやすく汚れがついても落ちやすい加工をしていますと。で三菱のマークがあるので、まあ、三菱が作ってる生地なのかな。まあ、この下にですね服を着たりとかして、まあ、なんて言うんだろう、こうちょっと大きめサイズで着るような感じのシルエットになっているのかなと思います。で今回買ったのは L サイズ、身長は170センチから180センチとなってるんですが、まあ、この下にですね服を着るということを考えると一つ上のサイズを買っとくのがいいのかなと思います。まあ、ワークマンをですねよく利用される方は結構ワンサイズ上買ったりするんじゃないでしょうか。でこれを選んだ理由の一つとしてですね、生地、まあ、汚れが落ちやすいともあったんですが、これ生地がですね綿が 76% でナイロンが 24% ということで、まあ、もしかしたらですね結構火の粉もね大丈夫なんじゃないかなということでこちらを購入しました。でもう1点がですね、モンスターパーカーでもおなじみのフレームテック、防油加工が施されたアウトドアワークパンツ、こちらも L サイズを購入してます。で、こちらはですね、まあ、防油ということで素材としてはねポリエステル 100% ではあるんですが、特殊加工によってですね生地の融点を上げて350度クリアと。でなおかつですね洗濯を10回しても防油加工機能が持続しますということで、まあ、ちょっとねこの辺は信用したいなと思うんですけども、これね片方はフレームテックで片方は撥水マウンテンパーカーとということでですね、まあ、このフレームテックのもの今ねワークマンどうも推してるみたいなんですよ。やっぱりキャンプとかする人ってですね焚き火をする人も多いと思いますんで、火の粉が飛んだりとかするとですね普通のポリエステルの服だと、すぐにですね穴が開いてしまいます。まあ、その辺をクリアするためにですねこのフレームテック防油加工というのが施されてるんだと思うんですけども、実際ねこのフレームテックのねパーカーもありました。結局買わなかったんで今ここにね現物はないんでちょっと写真でお見せするんですけども、まあ、こういったものも売られてます。じゃあなんでですね片方はフレームテックのズボンで片方は高撥水マウンテンパーカーにしたのかというとですね、ちょっとこれ理由がありまして、こちらがですね以前購入したモンスターパーカーです。まあ、こんな感じですよね。ちょっとアップにしてみます。でするとですねファスナーがこんな感じになってるんですけども、これわかるでしょうか。こんな感じにね独立って言ったりとかな、独立してるというかこの辺にね邪魔なものがないんですよ。こちらも同じです。こちらも同じで邪魔になるものがない。邪魔になるものがないっていうことは上げ下ろしがしやすいんですよね。ただですね今回ちょっと迷ったこのフレームテックのマウンテンパーカー、ちょっと写真をねアップにしてみます。この部分にですねいらない生地があるんですよね。なんでこの生地があるのかさっぱりわからないんですが、この生地がですねファスナーの上げ下ろしをする際にめちゃめちゃ邪魔になってですねものすごい噛むんですよね。ファスナー上げても噛むし下げても噛むっていう感じで、もう試着してる段階でですねうわ全然これファスナー上がんねえとか、うわめちゃめちゃ噛むじゃんみたいな感じで、もうちょっとストレスがすごかったんで買うのやめたんですよね。本当にねこれいらない生地だと思うんですけど、何のためにあるのかもわかんないし、まあ、これがあるがゆえにですねファスナーの上げ下ろしを毎回気をつけないといけないとか、やるたんびに噛むとかだと正直やってられないですよね。
着たり脱いだりするのがめちゃめちゃ億劫になってしまうし、なんならファスナー使わないみたいなことになっても嫌なんで、今回はですねこのフレームテックのマウンテンパーカー、これはちょっとねこのファスナーの部分があるから全然おすすめできない感じでした。まあ、すごいね個人的な意見になりますけども、まあ、僕はもう 100% おすすめしない品でした。まあね、ワークマンって今すごく人気があるじゃないですか。人気があるんだけど、まあ、ワークマンだから何でもいいってわけじゃないと思うんですよね、やっぱり。先ほどですねお見せした通りに、まあ、2ヶ月ぐらいで色がすぐ褪せてきちゃったりとか、今お話ししたようにですねちょっとファスナーのところに不具合があるとかってこともやっぱりあり得るので、手放しにですねもうワークマン最高みたいなことはちょっと僕的には言えないなと思います。まあ、安いんですけどね、安いけど、まあ、安いだけで選ぶんだったら他にもいいものたくさんあると思いますので、その辺はですね自分の目と自分の使いやすさで考えるのがいいのかなと思います。でこのマウンテンパーカーなんですが、表面にですね撥水加工が施されているということなんですが、まあ、触った感じはね結構綿に近い感じです。まあ、76% 綿なので、まあ、手触りとしてはですね本当布っていう感じですよね。でこのポケットなんですが、ポケットはですねまずここマジックテープになってまして、1,2,3,4 とこんな感じでありまして、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、ここですね5箇所、6箇所、これが表面のポケット、まあ、かなり入りますよねこんだけあればね。でここがねボタンになってまして、でファスナーで、ファスナーもねわかるでしょうか、まあ、上げ下げはめちゃめちゃ簡単ですよね。で先ほどですねお話ししたようにこのファスナーの部分に、まあ、この辺ですよね、なんかいらない布があてがってあるとかそういったこともありません。こっちもですねこっちもなくて、でファスナーもねちょっと心なしか大きいですよね。ちょっとちなみにですねマウンテンパーカーのファスナーと比べても、大きさの違いが分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあ、大きい分ですね上げ下げがしやすいファスナーです。で裏側なんですが、裏側にはですねポケットは特についてないのかな、ついてないですよね。で、ここはねポリエステル 100% となってます。で、ここにコードがついてまして、こっち側もねついてるので、ちょっときつくしたりとか、この辺締めたりとかってことができるようになってます。でこのフード部分ですね、フード部分にも、まあ、こんな感じでボタンがついてまして、この辺もですね締めることができるようになってます。袖口のとこなんですが、袖口のところはねマジックテープになってまして、こんな感じでねこんな感じになってまして、まあ、この辺もある程度の調節ができるようになってます。まあ、生地としてはですね厚すぎず薄すぎずという感じなんですが、今回はねこれオレンジ色を選んでみました。なかなかオレンジ色って僕買うことがなかったんで、まあ、せっかくなんでオレンジ色にしようという感じで買いました。で次がですねフレームテックのアウトドアワークパンツというものなんですけども、まあ、特徴としてはですねカーゴパンツっていうとここにポケットがありますけど、ここではなくてここに配置してるっていうところでしょうね。まあ、こんなボタンで留めるようになってまして、左側このタグがある方に関してはまあ普通のポケットです。で右側のポケット、右側のポケットが、分かるだろうか、1個ねここに1個あるんですよ。でこれがスマホポケットっていうらしいんですけども、僕はねいつもねこの左側にスマホ入れるんでちょっとあれなんですけども、まあ一応ここが中で分かれてます。であとはここですよね、この上普通にポケットがあるのと、あとここにですねちっちゃいポケットがあります。なんだろう、まあ、ジッポーぐらいなら入るかなっていうぐらいのちっちゃいポケットがあります。今度はねちょっと横から見た感じです。横から見た感じだとこうなってまして、ここにねアジャスターベルトがついてます。なので、まあ、あのベルトつけずに、まあ、これで調整するということも可能になってます。でここですね、ここに金具がついてまして、まあ、なんかカラビナとかつけたりするような感じでしょうかね。僕はこの辺とかつけたりするんですけども、一応ここにも金具がついてます。で裏側もね同じです。裏側も同じ感じでアジャスターベルトがあって、あとここに金具がついてるという感じになってます。で裏側のポケットはですね、まあ、これは普通にポケットかな、普通にポケットがあって、であとここにもう一個
ポケットがあります。なので1,2,3,4,5,6 って数えてもいいのかな、6,7,8,9 と、ということで合計9箇所もですねポケットがありますので、まあ、入れてる自分がですね結構混乱しそうではあるんですが、まあ、かなりですね収納にかけたズボンになってるんじゃないでしょうか。ズボンパンツ、まあ、なってるんじゃないでしょうか。であとはですねここの裾の部分にもですねこんな感じでコードが入ってまして、まあ、これをちょっと締めたりとかするとなんだろう、ロールアップとかもしやすい感じになっております。でこのズボンの内側なんですけども、ここにボタンがありましてファスナーがあると。でこのね内側にもこういった紐があります。紐がついているので、まあ、ここでですね、腰回りの調整もできますし、あとはここですね、このサイドの部分でも腰回りの調整ができるようになってます。で生地としてはですね結構薄いです。なのでまあなんだろうな、これからの季節って感じでしょうね本当に。まあ、この薄さ、まあ、この薄さじゃなくてもですけどポリエステル 100% のもの、普通のポリエステル 100% のものだと、まあ、大体に火の粉が飛んだらすぐ溶けますよ。溶けるからポリエステル 100% のものっていうのは僕はちょっと避けてるんですけども、まあ、この薄さでこの軽さでこの履きやすさで焚き火にも強いとなればですね結構最強の部類に入りそうな気がしますよねこれからの季節。これって何円したん？2900円ぐらい。高っ。燃えてない？あ、でも一応大丈夫かも。一応ちょっとは長く。ちょっと穴開いとる気がする。これね、ほら見てごらん。あ、ほんまよ。穴開かんやん。開いてないね。穴は開かんっていうことが分かった。ねえ。すごっ。もうちょいやってみようかな。うん。たまたまかもしれんて。なんかただ新品なのにめっちゃ汚れていきよって。うん。まあええか。うん。ええやろどうせ汚れるんだけどね。こんなのね。あ、汚れとるけど一応穴はあかん。穴はあかん。すごいね。うん。穴があかんっていうのはほんまやったね。うん。はい、ということでですね、着てみました。このね、マウンテンパーカーが L サイズ。で、この下のね、フレームテックアウトドアワークパンツというものも L サイズ。こんな感じです。でね、このズボンがね、めちゃめちゃ動きやすい。なんかこうやってやってもどこにも突っ張る感じが全然ないですね。ただどうしてもですね、普通のカーゴパンツだとここにねポケットがありますよね。でもここにあるんでどうしてもねこの辺がまあちょっともっさりしてしまうというかぽってりするというかそういうところはあるかもしれません。ということで今回はワークマンの春物製品をご紹介してみました。おそらくですね、まだまだ在庫はたくさんあると思いますので、気になる方はですね、お近くのワークマンに行ってみてはいかがでしょうか。それでは。